はじめまして。私は今村のるつなと言います。私は日本人ですが、現在は台湾に住んでいて、ちょっと先の未来に必要になる新しいエコシステムやプロダクトの設計開発をしています。今は OESF という NPO 団体で、現在のウェブのみで完結するサービスではなく、小ロットでオーダー可能なハードウェア作成までを含めたサービス開発をするためのエコシステム作りをしています。そして、今回のキャンパスパーティーコロンビアでは、私たちが作ったアンドロイドとキネクトを利用したロボットについて講演をします。これの元となっているプロジェクトは、近未来に利用可能になるであろう在宅介護ロボットの研究開発の成果を利用したデンスケというプロジェクトとなります。このプロジェクトでは、在宅介護に必要になるであろう技術を OSS ベースで開発しており、私たちもこのプロジェクトにシップロッププロジェクトのメンバーとして参加しております。シップロッププロジェクトはメディアの世界を広げることに役立つソフトウェアを開発し、OSS として公開しています。その一環としてこのプロジェクトに参加しています。他の OSS にも参加しており、日本では Android に関するコミュニティを立ち上げて1万人以上のメンバーを集め、日本最大の OSS 系コミュニティとして活動していたり、世界的にはリナロという ARMCPU 向けのユニファイドリナックスカーネルを作る OSS プロジェクトに参加していたり、ホタルという NGN IPv6 の実装する OSS プロジェクトに参加していたりします。それでは、キャンパスパーティーコロンビアでこのようなちょっと先の未来を作っている私たちの成果の一端をお見せできればと思います。キャンパスパーティーコロンビアで僕と握手。